今朝早く千葉県北東部で最大震度5弱を観測する地震がありました。地震に驚いた女性一人が転倒して重傷です。午前4時47分ごろ、千葉県旭市で震度5弱を観測する地震がありました。震源は千葉県東方沖で、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1、 震源の深さは36キロと推定されています。千葉県や警察によりますと、市原市に住む80代の女性が自宅で転倒し、足の骨を折る重傷です。土砂崩れなどの情報はこれまでに入ってきていません。すごくびっくりして飛び起きました。横というか縦っていう感じで、しばらくドキドキして眠れなかったです。思い出しました。津波来るかなって思ったんですけど、今回は来なかったんで、まだ良かったなって。気象庁によりますと、今回の地震は東日本大震災の余震で、津波の心配はないということです。揺れが最も強かった旭市は、東日本大震災による津波で13人が死亡し、2人が行方不明になっています。気象庁は今後1週間は同じ程度の地震が起きる可能性があるとして注意を呼びかけています。